このビデオクリップでは、アーキキャッ19の寸法テキストで使用できる新しいポイント設定についてご説明します。寸法テキストポイントは、ラベルポイントと非常によく似た設定になります。寸法設定ダイアログを有効にし、ポイントに移動すると、ポイントの追加削除ボタンの右にある長いボタンを使用して、ポイントで利用する線タイプを選択することができます。 右にあるフィールドでポインターのペン設定をします。長いボタンの下にある4つのボタンを使用して接続ポインターを寸法テキストのテキストブロックの上 中央。下。そして、河川テキストのいずれに接続するか設定します。右にある2つのボタンでポインタの形状を、直線ポインタ、 または曲線ポインタに設定できます。ポインタペンの下にあるフィールドでポインタ開始角を設定し、オプションでロックすることもできます。角度に関連した設定については、このプレイリストの次のクリップでご説明します。 パネルの下半分でポインタに矢印を設定することができます。最初のボタンで矢印タイプ、二番目のボタンで矢印のサイズ、そして最後のボタンで矢印ペンを選択します。 矢印を隠すチェックボックスにチェックを入れることにより矢印の非表示範囲を設定できます。ビューポイントをここで設定した範囲や類似の範囲に設定すると矢印は表示されません。